はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです、ウィーニングポスト9-2021ライブ配信始めていきましょう、今回はいつも通りツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。プリーズツイッチマイアカウントチャットコメント、プリーズ。アーカイブを YouTube にアップロード予定です。また、旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX、マイアカウント、プリーズフォロー、リポスト、and グッドボタンプリーズ。はい、ということで、9月の3週からのスタートですね。秋競馬が真っただ中ってことで行ってみますか。アラフォーがちょっと厳しいかな。まあ G3 勝ったばっかりっていうのもあるしな。エクセレブシエーションは強いわし、こんなの無理でしょ。無茶しすぎたよな。そのムーランドローシャンシュ、アマノアラフォは4番人気、1番人気はシリス・デゼーグルですね。予想通りっていう感じでしょうか。レーティングはシリス・デゼーグル100歳。こんなん無理だな。ダイジェストだけ見ましょう。ムーンランドローシャンシュはパリ・ロンシャン競馬場で行われます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。バラエティクラブ先頭、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はシュリス・デゼーグル、あと 200m。 シュリス・デゼーグル強いな。十分か、どこまで迫れるかだけども、バグに沈んでるやん。セレブレーション、シュリス・デゼーグル強い強い。シュリス・デゼーグル圧勝、ゴールイン。2着はなんで登録したんだろう。メンバー軽かったからな。勝ったのはシュリス・デゼーグル、見事な勝利です。まあメンバー軽いにしても全然他のメンバーとまともに戦えてないですからね。アラフォー10着でした。アイランドセントレジャー、アマノニコニコ1番人気、長距離戦ですね。133、他に120いってる馬がないんで、これはしっかり勝ってもらいたい。ダントツですね。レーティングは、トライアムファントクリーナぐらいまでですからね。レース行きましょう。カラ競馬場 G1 アイルランドセントレジャー、芝 2800m 長丁場です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ナイトオブパッシジ前に行きそうです。
ミリーテルト、それに続いています。もう一度先頭から先手を取ったのはエロクエントエアデール、内からは大東部パッシジ、マラグーティマー、そのうちに続いています。その外にミリーテルト、その隣にスールピストル、その横にアフリカントゥループ、すぐ後ろにブロンズアジャード、緑の帽子チャーターテイスティー、その後ろ内からはカバルリーマン、さらにはノーベンバーダッシュ、並んで8番ウェイクユニーク、ルーナデン、それに続いています。アマノニコニコ、後ろから並んで6番トライアムファントクリーナー、内からはトロットアビシニア、最後方にビーフトースト、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から13番アフリカントゥループ、レースを引っ張ります。その後ろに大東部パッシジ、これに続いてエロクエントエアデール、その後ろからはミリーティルト、マラグティマー、すぐ後ろ、その後ろにスールピストル、その外からチャーターテイスティー、並んで15番ブロンズアジャード、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。カバルリーマン、それに続きます。その外にウェイクユニーク、並んで9番ノーベンバーダッシュ、すぐ後ろにルーナデン、後ろからの競馬になりました。アマノニコニコ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。コーナーがすごい、トロットアビシニア、その外にトライアムファントクリーナー、しんがりからリーフトースト、前の方からもう一度見ていきましょう。古豪アフリカントゥループ依然として先頭、その後ろに大東部パッシジ、これに続くのがエロクエントエアデール、いざ勝負の時、さあ先頭は依然として13番アフリカントゥループ、アフリカントゥループ、どこにいるんだ。引き離します。2番手はスールピストン、まだ中だ。3番手、残りあと 400m、 しかし伸びてきたぞニコニコ、最後の一気に先頭へ。アマノニコニコ、あと 200m、 アマノニコニコ、余力は十分か、さらに引き離していきます。力を下がりますね。2番手はスールピストル、アマノニコニコ、勝ちました。強いアマノニコニコ、圧勝ゴールイン。2着はスールピストル、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アマノニコニコ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ちょっと力差の方が大きいですね。62キロはきついですが、しっかり勝ってくれまして、アイルランドセントレジャー連覇を達成です。アンカツのキザーレベルを3に上がりました。オバルスプリンターラブミーちゃんか。さあ白山大商店に天のエネループ登場、1番人気ランフォルセ、ローマンレジェンドぐらいか。ダイジェストいきましょう。金沢 JPN3 白山大商店ダート 2100m です。短い直線に入って、後続は届くかどうか。ローマンレジェンド先頭、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。ランフォルセ抜けた、2番手は天野エネループ、ランフォルセ1着、2着にはどうやら天野エネループ、3着に待ちかね日本バレ、勝ったのはランフォルセ。こう1000連続2着ってすごいな。ノジキックステークス、凱旋スマホか。サバ人気、ダイジェストいきましょう。阪神オープン2歳限定オープン特別ノジギクステークス、芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。クラウンロゼ先頭、前に迫る宮地タイガ、先頭変わった宮地タイガ、外からエルコイン、あと 200m、 エルコイン伸びてきたね。一気に捉えるか、エルコイン抜けた。2番手は名勝マンボ、エルコイン1着、2着にはどうやらエアクドール、見事に勝ちました。エルコイン、宮地タイガ敗れました。これは掲示板までです。トレブがデビューです。新馬戦でトレブがデビュー、
一番人気ダントツですね、 1.5 倍。ダイジェストいきましょう。阪神、2歳新馬戦芝 1800m です。トレブルメイクデビュ ー, さあこれからもう先頭か、先頭後続とは3馬身以上、さらに突き放します。内で食い下がるパーソナル C、 残り 200m、 後続はまだ後ろ、ぶっちぎった、先頭です。このまま押し切るか。2番手はシルクハビット、トレブ、この馬で決まりか。ぶっちぎりです。トレブ独走、トレブぶっちぎりです。2着はシルクハビット、これは桁外れの強さだ。トレブ主役になるという可能性があるってことですね。さあセントラント記念は天のイクメンです。一番人気、菊花賞トライアルを兼ねてますね。本誌も本命を取りました。メンバーはご覧の通り、父親が天野の馬結構いますね。逃げか。ダイジェストいきましょう。中山 G2 朝日杯セントライト記念、3歳限定芝 2200m、 菊花賞トライアルになります。さあいよいよ直線の攻防、もう先頭に踊り出ました。先頭残り 200m を通過して後続を引き離す天のイクメン、足色は衰えません。2番手はフォーンアラナス、天のイクメン勝ちました。天のイクメン完勝、2着はフォーンアラナス、天のイクメン見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。わからないですね。逃げ馬だからな。ローズステークスです。こちらは秋華賞トライアル。アマナリエって1番人気、2番人気、花ズゴールか。これは待ってるぜか、父親、花ズゴール。その他のまでは、まあ、ベイビーデューがいるけど、差は、ありそうですね。まあ花ズゴールを抑えればアリエッティがトライアル突破となりそうです。ダイジェストいきましょう。阪神3歳牝馬限定 G2 関西テレビ放送賞ローズステークス芝 1800m 秋華賞トライアルです。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。外からもう伸びてきましたよ。先頭外から勢いよく天のアリエッティ、ここで先頭は天のアリエッティ、残り 200m 後続を引き離す天のアリエッティ、足色は衰えません。2番手はアナズゴール、天のアリエッティ強い強い、天のアリエッティ圧勝ゴールイン。2着はアナズゴール、天のアリエッティ見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。とくるスピード、コパのリッキーのみですね。海外 G1 はオールカマーと神戸新聞杯。アリエッティがハナズゴールとライバル関係充実です。さあこの4周はローテーションの設定を行わねばなりません。ちょっと時間かかりそう。まずフラゲがアルテミス、うん、一周放牧、でも本当にアルテミスでいいのか。あ、いいと思います。
主砲木で、次トレブはローテきつくないか、まあ早めだとはいえ万能中、まあマイルから2000ぐらいまでだよな。あまあまあいいかな。ちなみに他の馬出ないんだったら全然トレブ選択肢ありだけど、でもサフラン賞じゃないような気がするんですよね。一瞬放牧してみますか。ではゲッポ用がある、コパノリッキーが今週調子は、うん、まあここで休ませてカトレアステークス、いやいやいや、ここでカトレアないでしょうということで休ませますが、これに出てもいいぐらいだよな。これ何、軽いなメンツが、ダートがもうないんで、やるって言ったらこちらかな。だからちょっと調子は心配ですが、ちょっと出しちゃいましょう。あ、これ10月か、10月なんで、あ、間違えた。放牧期間は2週間になるんだ。あと横山騎手になってますが、あ、横山は無理やり乗るようになってんのか。これ判断を誤ったか。で、こだまでしょうが、次もういきなりホープステークス、いや、まだ10勝取ってないのにホープフルはない。一周放牧はします。そしてこの2歳限定の G1、 サウジアラビアロイヤルとかはいいけどな、まあ、もうちょっと距離伸びた方がいいと思う。となると難しいな。これか。トースポ杯。2歳ステークス。これですね。こんな感じで。で、2周放牧ぐらいしときましょう。こだまでしょうは。タニッタが、デビュー戦がある。ジェンティーオーナーはもう、行きますね。大箇所こそ敗れたものの、オークスでは勝ち。そして周華賞、周華賞は一番やっぱり向く距離ですからね。では4勝か。デルマオークス、ベルモントオークス招待デルマオークスとアメリカの G1 2連勝しているのも強い。カーダ騎手、オキキザーレベルはもう5でピークです。AKB も頑張ってはいますが、ちょっと周華賞は避けます。逃げんなって言うけど、まあね、しゃあないです。アリエッティどうしようかな。距離は大丈夫でしょうね。ちょっと周華賞的にローテは悪いな。まあ、このままだ先ありますからね。中華賞で消耗するよりは、あ、AKB いるんだ、ここに。まだここ軽そうに見えるんだけど、オペラ賞ちょっと軽いが、ジャンロマネ賞って G1 だからな。決した幕見てはいけません。これもいいですね。メンバー軽そうに見える。はい、今んとここれかな。チョキは竹豊に乗ってもらいましょう。え、調子は落ちなきゃいいんだけどな。
まあ、ちょっとね、この札幌記念は大半は気になるところ、まあ、海外初めてなんですね。ドラカーはシウスステークスだが、ちょっと嫌ですね。こう調子が落ちてる。もし放牧したとして、シウス出さないとして、じゃあ出る馬ってこの辺か。ダートの重賞ってここぐらいまでしかないよな。しかし厳しいよね。普通に考えると厳しい。そしてゴルシは秋華賞じゃない、菊花賞へ。この菊花賞は4着だったからな。さあ、天のはやぶさ今週です。距離は2800まで持つんですけどね。さあ、喉ラインを改善した天のはやぶさ、ここからのね、本格化が期待できそうです。関谷記念も2着だ、青葉賞関谷記念と2着で、惜しくも敗れてますが、ここで初 G1 制覇なるか。気温が5勝か。まあ、距離はいいな。秋天誰が出てんだ、結構出てんな。気温だけじゃなくて、フィッツ、トゥルース、ヤマガールと出てんな。ヤマガールもな、出させたいしな。かぶんの嫌だな。牝馬限定のレースか。何言えば、出来がちょっと不安です。まあ、とりあえず一周放牧して、それから考えましょうか。そのフィッツも、ああ、でも強かったんだな。だから全然勝負になると思います。秋天行ってもいいとは思いますね。距離も限られてるし、むしろフィッツの方がいいんじゃないかな。まあ、山ガールもしっかりですよね。その辺は。山ガールはでもフラワーボール招待ステークスがメインになりそうだな。メンバー軽いしな、ここ。ここをまず頑張りたいところ。ハイガールはちょっと調子落ちてるな。まあ出すしかないんで、一周放牧させましょう。ランケルが、ランケル12勝か。オルフェーブルももう金札獲得。ブリーダーズカップターフを目指します。コーンフィールド？ん？コーンフィールドってどうなんだろう？いや、コーンフィールド出さなくていいんじゃないの？これ。もういきなりもうブリーダーズカップターフでいいと思います。むしろコーンフィールドを出させたい馬がいるかもしれない。マイル戦か。ツイッターは一生クラスじゃん。なんで吉富かな。あ、乗ってくれないんだ。微妙だな。新機種乗っけてみるか。じゃあ竹豊乗っけましょう。そしてインサイトが JBC クラシック。まあちょっと海外は厳しいな、今の状況だと。本格化を待った方がいいです。 なんせ覚醒ですからね。何度でも寿命は復活します。旧称 iPhone は多分芝だから大丈夫だ。マイル戦ですね。そばにいるねが、
ファーストレディステークス、まあまたいいんじゃないかな。柔軟性が低いのかこれ、客室重視。まあでもマイル戦とか考えたらそんな影響ないと思うけどな。メインは細田騎手、まあ、ここは頑張ってもらいましょう。あと3勝なんですけどね、カレンちゃん寿命が持てばいいんですが、マノトゥルースはまだ G1 取ってない。毎日王冠から秋天へ、天の宮門はダートか、シウスステークスへ。でルーラー尻尾に凱旋門賞行かせます。ラストイヤーじゃなかったっけ、ルーラー尻尾。宝塚は取ってるんですけどね、ブルーレイはなんか前線馬に終わってんな。二着ばっかり。あと2勝、ほんと2勝なんだけどな。どうするかな。ちょっとローテがきつすぎる感がある。やめた。ブルーレイも次挑戦しましょう。ブラックキャビアジエベレストへ。ラキスタは？あ、海外取ってるわ。次が10月2週の南部杯か。ニコニコは引き続き長距離戦に挑んでいきます。カドラン賞これで1周放牧してメルボルンと、まあ引退します、させますだけに、最後の働きっていう感じですね。イナバウアーが京都大賞典、全然勝てなくなってきてるのは気になりますね。まあ宝塚記念2着とか悪くはないんですけどね。キャンキャンが勝てるようになってきてる、むしろ楽しみです。8、一勝もできてないか。エネループも一勝もしてない。疲れが目立つが、戦後予選8だったらやっぱりフェイトがいいのか。ここですよね、普通だったら。行きましょう。佐藤春コンが、うん、ブロがオールカマーへ。プローグ12勝か。ジャスタウェイ来た。ジャスタウェイか。やばいな。強すぎるんだよな。投手上げたいんだ。カレンちゃんだ。カレンちゃんには絶対勝ってほしいですからね。行
きましょう。ネクストです。フロントランナーステークスコパノリッキー一番人気に2歳ながらもう相当のもういきなり海外順は勝ってます。実績を積み重ねているってところです。さあ内枠をもう手に入れました。これも有利な点じゃないでしょうか。レース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1 フロントランナーステークス2歳限定ダート 1700m です。こちらアメリカのサンタニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。マークオブバーリー、これはいいスタートを切りました。コパノリッキー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してコパノリッキー花に立ちます。その後ろからはマークオブバーリー、この馬も上がっていく構えです。さらにはネバーアモレット14番リーピングジャック、その後ろ先手を取ったのはコパノリッキー、ポリックハミング、それに続きます。その後ろからはジェストデニム、並んで9番ヘッドタイム。さあ第2コーナーをカーブして向こう上面に入ります。コーナーワークを利して先頭に立ちましたね。すぐ隣にニコロキシング、バーンジンクス、それに続いています。その外からアミューズソウォーズ、オレンジの帽子ナインバースト、その後ろ内からはステイのオートブック、最高峰にアラブウェーブ、各馬砂煙を上げてかけていきます。いい感じじゃないでしょうか。コパノリッキー、コパノリッキー、さらにリードを広げました。2番手は、さあ後ろからまくってくる馬がいるが、3番手、さあコパノリッキー、このままちょっとやっぱ外回りすぎなんで厳しいか。コパノリッキー、あもう持ったまんまだ。コパノリッキー強い、コパノリッキー圧倒ですね。まま力差がありすぎる、ぶっちぎりました。圧倒的な強さを見せました。恐るべき。3着にポリックハミング、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。コパノリッキー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。圧倒です。横山のりキザーレベルアップ、海外遠征ゲットです。さあ国内に戻ってきました。オールカマーにアマノブログが出走、1頭だけか。クラブはトゥーザグローリーが2番人気、本勝目安をトゥーザグローリーですね。昼のダムールあたりかな。あとはあとアーネストリーというところではないでしょうか。ではダイジェストいきましょう。中山 G2 産経賞オールカマー、芝 2200m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アーネストリー先頭、残り 200m を通過して届くのか。これ先頭は変わってトレイルブレイザー、アマノリッキー、ブログ、あーなんとか間に合った。アマノブログゴールイン、2着にはどうやら危ない。3着にトレイルブレイザー、短いよな中山。アマノブログ、
次です。神戸新聞派天野はやぶさ登場。さあ、イッジャスタウェイがここに挑んできます。イッジャスタウェイ1番人気、天野はやぶさ2番人気となります。お、本紙本命は取りましたね。天野はやぶさがディーププリランテか、あとはサバ人気がオリーブセカンドとなります。先方は先行のままでいいでしょう。では行きましょう、ダイジェスト。阪神 G2 神戸新聞杯、3歳限定芝 2400m 菊花賞トライアルです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあもうジャスタウェイが先頭だ。リードは2馬身から3馬身、ディープブリランテ2番手、手応えはどうか。あと 200m 届きそうにないわ。強いジャスタウェイ先頭です。このまま押し切るか。2番手は天野はやぶさ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。完全にやれましたね。3着にオリーブセカンド、これが G1 馬だ。ジャスタウェイ待ってろ、ゴールドシップっていう感じですね。坂が良くないのか、天野はやぶさ。さすがに出るわけにはいかないでしょう。マーク・オブ・ハーリーというライバル馬を手に入れた。さあスプリンターズの展望です。ロードカナは竜王、カレンちゃん一騎打ちムードか。勝ってほしいな、ロードカナは。カレンちゃん投手を上げました。カレンちゃん食品場セールは必要ないです。さあ天野ブログ、しっかりオールカマー勝ちました。これいつぶりの勝利だ。金庫賞以来か。ジャパンカップに行きますか、連覇かけますか。ちょっと菊花賞長いからな。菊花賞じゃない、アニマンはあと、まあ海外出るんだったら
ライバルをいる馬に出ればいいんだ。でもライバルを出る馬が全然いないんだよな。もちろん空き点という手もありますが、まあ、金稼げるのはいいよな。オルウェーブルいますからね。ここじゃない。ちょっと出てみるだけ出てみますか。違う違う。で、一周放牧して、出すのは有馬記念じゃなくジャパンカップです。ブルーレーンも出てるんだ。そのブルーレーンもちょっとどうするか考えないとね。あと2勝なんでジャパンカップ出るのもったいないよな。勝てるレースしっかり出しとかなきゃいけません。っていうかさ、それがさっきより出てたレースじゃないのか。これじゃなかったっけ。ママのブログ以外は弱いからな。2000がぴったりの距離だしな。なんかこっちの方が弱い。ファーぐらいですよね。まあファー強いからな。ファーの一強ムードだろうな。シース・デ・ゼーグルとかだから決して舐めちゃいけないです。出すのはこれかな。カナディアン・インターナショナル・ステークス。なんとなく距離上限な感じはするんですよね。なんでニール賞、ベルモントダービー招待を取ってるし、アラバマスオークは強い。普通にトライスオーバーは前線マン。他はちょっと話にならないから、出るとしたらこっちですよね。入れ替えよう。天野ブログじゃなくてこっちに出そう。武豊乗っけて、乗ってくれない。じゃあまあいいや。福永騎手、いや、ジャパンカップは出さない。一周放牧して様子を見る。で、なんだっけ、ブログが、ブログは反対の方。でしょ、ここ出してもいいかもね。ファー相手にちょっと打って出てもいいかも。まあでも賞金が美味しいからな。これは、あ、まあこれ出してみましょう。ちょっとファーとぶつけたい。エビナ。まあ、悪くはないんだけどね。二周放牧。で、想定内が富士ステークスか。ちょっと調子が落ちてる感じか。っていうか、まあ10月1週か。ディアスバスでももう意味がないからな。キャンキャンは頑張ってほしい。これキザコマンドは使えるんだ。ん？あ、キャンキャン。いいんじゃないかな。ちょっと待とう。別の前に使ってもいいかもしれない。ここ勝てばリーチかかるしな。本当にギリのギリギリで使った方がいいと思う。
こういう馬にも使っちゃダメだし、ニコニコ。バッキャビアが G エベレストですね。ラストイヤーの馬にも使っちゃダメ。ブルーレイか。ブルーレイは投手をあげる。安城の教えもあげる。あ、なんかある。今の出来だと勝負根性が C、精神力が低いな。精神力を上げなきゃいけないですよね、本来であれば。だからメンタル重視してるんだけどな。行きましょう、勝負。そしてアラフォーです。飽き点、いや飽き点じゃないでしょこの馬は。でもやっぱり世界の壁をすごい感じてしまったからしんどいですね。10月の4週以内の国内レース、まあフジステークスとかかな。まあ、こっちでもいいでしょう。で、iPhone は、うん。ここ楽しみですね。そばにいるねもな、撮りたいよね。そしてやっぱりカレンちゃんなんだよな。調子上げたいよな。まあ、今回国内レースなんで、ちょっと調子が心配だよな。トゥルースは。で、グーはシリウス。ランケラ芝馬か、オルフェーブルは BC ターフ。トゥラカハムで GBC クラシック。ケオンは、うん、調子いいですね。で、あとフィッツも、フィッツも札幌記念やったので勝ちに行きたいところではあります。ヤマガールがフラワーボール。ただ空き点出るかって言ったらちょっと考えどころですね。登録は削除しませんが、どうしよう。距離は長いな、マイル戦だな。 G3 はまだまともに勝ててない時点であんまり良くないと思います。ここで出るのは。今本賞金っていくらぐらい？ 1 億ちょっとか。やっぱりフジステークスなんだよな、オーソドックス言えば。うん、まあな、福島記念とかも全然ありだよな。ローカルであればなんか距離適正の差ってなくなるかもしれない。あとここですね、フジステークスじゃない、府中牝馬。まあ府中牝馬かな、が良さそうです。あ、でもちょっと、もうちょっと待った方がいいか。
こでもいいんじゃないかな。エリザベスだと長すぎるしな。福島記念あたりかな。だからでゴルシュが勝負、センターライトは勝ったイクメン、距離も大丈夫なんでイクメンはちょっと勝負しに行きましょう。スピードが気になるな。ヤクサは神戸新聞杯2着、距離はいいんだけどな。あ、確かにジャスタウェイとかゴールドシップにかなわないなら別の道の道を行くってことは可能かもしれない。例えばハリウッドダービーとか。ん？こいつ重賞取ってない、もしかして取ってないんだ。重賞だから海外に行けない。これはもうあの重賞をすぐ取りに行く方向で行かなきゃいけないと思います。ローカルでもいいから、なんせ重賞取りに行かないといけない。ヤバはいいのか、ダートはダメなんで。距離は持つな。歩きを行こう。ジェンティーナは周華賞も当然ですね。 AKB が海外へ活路を見出します。アリエティもまあ同様ですね。この辺はまあジェンティルオーナー1本で攻めるってことになります。ヘビロテもそうですが、まあ、ヘビロテはちょっと力が落ちる。ヘビスサマーダッシュは取ってるけど、あ、短距離路線なんだ。ヘビロテはパワーも欲しいよな。パワーがないな。来年になるよね。ちょっと足りない。蓮舫いますしね。女子会は52キロ、いや悪くはないんだけどな。まあ重賞取ってる、ファンタジー取ってるんで海外にはいつでも行けます。18の2400か。18の2400。海猿がいるのか、オクトーバーには。頑固っていうのは気になるよな。パノリッキーちょっと調子落ち出してますが、なんとか持ってくれるんじゃないかなとは信じてます。さあ丸森とフラゲが両方アルテミスステークスに挑む形になってしまっている。クラゲが取ってないから丸森は譲るべきだろうな。
エピファネイアか。さすがにちょっと嫌ですね。何着だっけ。6着だからちょっと厳しいんじゃないかなってことで、ちょっとあと距離も短かったよな。だから多分勝てなかったと思う。これは出せない。ヘル戦短いんだよな。だからここかな。丸森は食器もほんと竹豊かなかなか乗ってくれない。トリブが、トリブどうしようかな。強かったよな、トリブ。牝馬だな。万能中ってマイルも行ける距離だから。一回チャレンジしてみるか。まあ、そんなネガティブなことは言われなかったですからね。チャンスあるんじゃないでしょうか。速度低いのか、スマートファルコン。あ、ゲームオンデュードがいるんだ。ボナンでもちょっと厳しいですね。ロードカードの方が上ってことで、天の具、天のつぼみ行きますか。ネクスト王様ゲインステークス、天のキャンキャン一番人気です。119。天のキャンキャンも本格化しましたからね。ライバルになるのはミルフォードジリアンですか。2番人気ワイズダン、ジェラニモも怖い。ノアルホリデーもまあいますから楽じゃないですね。レースいきましょう。サンタニタ競馬場 G1 王様アゲインステークス、ダート 1800m です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ノンアールホリデー、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してノンアールホリデー花に立ちます。その後ろからは天のキャンキャン、この馬も上がっていく構えです。ロンザグリーク後方から。それでは先頭から。先手を取ったのはポートランド、すぐ後ろにノンアールホリデー、好位置をキープしています。天のキャンキャン、その外からジェラニモ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。内からはコイル、赤の帽子、パーフェクトスプーニー、その後ろ、これに続いてビクトリーカントリー、ミルフォードジリアン、そのうちに続いています。スペシャルランサム、すぐ後ろ、その外にホーリーエピグラム、内からはタルクヘッジズ、その外にスウォードムード、その隣にワイズダン、しんがりからロンザグリーク、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ5番ポートランド、2番手は天のキャンキャン、これは絶好の手応え。間を挟んでノンアールホリデー、3番手、さあ天のキャンキャン、このまま逃げ切れるでしょうか。最終コーナーを先頭に踊り出た天のキャンキャン。日米王者さーっと意地のぶつかり合いだ。後が来ている。なんとか粘れそうだ。勝ちましたね。ワイズダンらを抑えた。強くなりましたね、天のキャンキャン。一番3連勝となりました。お、ようやく海外遠征待望の、これは嬉しい。フラワーボール招待ステークス、片野山上がるですが、残念ながら2番人気。あ、ザゴラは強い。
や、わからないな。強いんだけどな、意外と。意外とないな、あのレーティングが。まあダイジェスト行きましょう。ベルモントパーク競馬場 G1 フラーボール招待ステークス芝 2000m、 多分牝馬限定じゃないかな。最終コーナーをカーブして、さあ先頭に動いた、なんだ、日本と世界ハーモニアス、あと 200m、 ザゴラ、余力は十分か、ザゴラだ。さらに引き離していきます。2番手は片野山ガール、山ガール惜しいな。2着片野山ガール、3着にハーモニアス、ザゴラ、ここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。 G1 だよな。山ガールも頑張ったんですが、ジョッキークラブゴールドカップにスマートファルコン出走。2番人気、1番人気、ゲームオンデュード、ゲームオンデュードは強い、137レーティングでも。なのでちょっと勝つのは無理じゃないかな。かレーティング見てみると120を超える馬はないんで、完全にゲームオンデュードが壁ですね。ダイジェストでいきましょう。ベルモントパーク競馬場 G1 ジョッキークラブゴールドカップダート 2000m です。最終コーナーを1頭強い馬がいる感じだよな。日米王者意地のぶつかり合いだ。残り 200m を通過して後ろから来られている。先頭は依然としてゲームオンデュード、ゲームオンデュード、粘る、ゲームオンデュード、あー勝てなかった。1着、2着はスマートファルコン、3着にムーチョマッチョマン、ゲームオンデュード、ここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。ロースシャノメルターフマイルステークスにフランケル出走です。137はすごいよな。あしっかり勝ってもらいましょう。これはレースでいきます。キンランド競馬場 G1 シャノメルターフマイルステークス芝 1600m マイル戦です。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争い、オビアスリー前に行きそうです。フランケル、それに続いています。さらにはディスコレース、4番ナバルクレア、その後ろオビアスリー、
先手を取りました。サスピシャスフォックス上がっていきました。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。少し離れてゲーニフィスバーンズ続いています。黒の帽子フォレストクワイター、その後ろ、その横にトワイライトトゥループ、すぐ隣にトランクイリティローマン、カウンテスデッキ、すぐ後ろにノーストロベリー、その隣にソウトポート、その外にハーベストシャム、最後方にオマリットイタジャラ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はオビアスリー、ここで先頭が入れ替わりました。フランケル、オビアスリー2番手に控えました。間を挟んでナバルクレア3番手、日米王者意地のぶつかり合い、強いな。フランケル圧倒ですね。その差が広がります。あと 200m、 これは完全にちぎれた。ぶっちぎりです。残り 100m、 後方から一気にオマリットイタジャラ、2番手はディスコレース、フランケル今ゴールイン、段違いの強さです。2着はオマリットイタジャラ、世界の強豪相手に影を踏まされる独走です。まさしく日本が世界に誇れる馬です。G1 9連勝、安川騎手キズナレベルアップです。次のレース、リリースプレリュードですね。型のフェイトです。1番人気2番人気クラブバー凱旋ジュピターとなっております。3番人気が、クラベセクレーターですね。ダイジェストいきましょう。大井競馬場 JPN2 レディースプレリュードダート 1800m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。前に行く凱旋ジュピター先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。残り 200m、 型のフェイト、さらに突き放します。2番手は凱旋ジュピター、勝ちましたね。強い強い型のフェイト、圧勝ゴールイン。2着は微妙です。勝ったのは型のフェイト、強かった方のヘイト。凱旋ジュピター3着でした。そして不要ステークスがクラブは凱旋テヘペロだが、飛ばしに行きましょう。不要ステークスは残念だったみたいですね。シウスステークス1番人気天の壺、2番人気天の宮、クラブはフォーティハイロラも出ています。もう正面は天の宮ですね。天の壺が丸かで、テスタマッサ、テスタマッタか。さあ天の宮先方どうするか。前に有利だから一つ差しで行ってみるか。ではダイジェストいきましょう。阪神 G3 シウスステークスダート 2000m です。4コーナーをカーブして、さあもう先頭だ。天のつぼみ先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。天の宮はようやくやってきた。2番手は天の宮、天のつぼみ先頭、天のつぼみ2番だな。天のつぼみ2着は天の宮、3着にテスタマッタ、1番人気に応えました。天のつぼみ見事です。
さあスプリンターズステークスになります。ロードからの相手に勝てるますでしょうか。桜ゴスペルいたなあ、そんな馬。一番人気はロードかなうのは譲ってしまってます。しかし本種本命はカレンちゃん。頑張ってほしいとこ。スノードワゴンあたりも要注意ってとこですね。カレンちゃん戦法変えられますが、変えなくていいでしょう。真っ向勝負です。レース行きましょう。さあ 秋の中央 G1 がやってまいりました、電撃の 1200m スプリンターズステークスです、中山競馬場で行われます。さあカレンちゃんロードからの相勝つことができますでしょうか。最速の名をかけてスプリンターたちがここ中山競馬場に集結しました。瞬きする間もない電撃の芝六波論戦。さあ G1 スプリンターズステークスの発走です。さあ最後は大外枠のドリームバレンチのゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さて何が行くのでしょうか。飯出健心前に行きそうです。ロードカナロア、それに続いています。さらにはガルボ、8番カレンちゃん、その後ろ先手を取ったのは飯出健心、その後ろからはリトルブリッジ、雨が降ってますからね。それに続いています。並んで漆黒の馬体、桜ゴスペル、ラッキーナイン、そのうちに続いています。その後ろにインパーフェクトチャンス、2番手か。前は飯出健心、あでもリトルブリッジ、ほとんど差がありません。なんか押された。カレンちゃん3番手。さあロードカナロア逃げ切れるか。さあこれカレンちゃんが先行に立った。4コーナーをカーブして、さあこれからです。頑張れカレンちゃん。残り 200m、 ここで先頭変わって、ロードカナロア詰まりません。ロードカナロア、カレンちゃん先頭だ。勝ちました。ロードカナロア破った。3着にリトルブリッジ、これが世界の実力だ。カレンちゃんこれは嬉しい勝利です。カレンちゃんウィニングランです。いや調子をこう投手を上げといたのがすごく効きましたね。スプリンターズステークス連覇を達成です。華麗な電撃少女。ポートアイランド凱旋、ビグラスか。3番人気、1番人気はローレルブレッド、2番人気アンチュラス。ダイジェストです。阪神オープン特別ポートアイランドステークスは芝 1600m マイル戦です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ウィンドダブル先頭、外から勢いよくメジロビクトリア先頭、メジロビクトリア先頭、ね、残り 200m を通過して、ここで先頭変わって凱旋ビグラス、先頭へ粘ってます。凱旋ビグラス、凱旋ビグラス勝ちました。凱旋ビグラス、凱旋ビグラス1着、2着にはどうやらミッキードリーム、3着にオールザットジャズ、見事に勝ちました凱旋ビグラス。
接戦をものにしましたね、凱旋ビグラスが。でもなんといっても今回はカレンちゃんのロードカナノア破っての勝利がでかかった。タイトルにしてもいいぐらいだと思います。さあ凱旋門賞にルーラーシップですね。カドラン賞天野ニコニコ南部杯天野ラキスタとなっております。お、キャンキャンがワイズダウンを。キャンキャンも本当力つけましたよね。繁殖せ、まあ繁殖でもボーナスつきますからね、キャンキャン。これは嬉しいんじゃないでしょうか。キャンキャンは放牧です。キャンキャン、あとリーチがこれでかかった。どうなんだ馬のキャンキャン、どうなんだろう。パーソナルエース海外帝王賞か。じゃあリースプレリュードだからリース CL、 リース CL だから、まだまだ本当に3勝ぐらいは勝たないとダメだろうな。まあでも勝てるポテンシャルは全然あります。さあとなるとやっぱり次のローテ気になりますが、放牧してるのでちょっと決めることができません。では山ガールはどうか。惜しかったですね。まあ、てか、ザゴラが強かったけどな。この馬としては前線なんですけどね、山がある。前線したんだけどな。空き店か。空き店言うんだったら3000もこなせるし、長距離戦いけないかな。まあ、長距離戦言うたらメルボルンですけどね、2400もあります。コックスプレートとか、コックスプレート、エミレーツステークスとかもありますしね。これはどんなメンツ？あ、G3 のメンツか。シャトルエルターフ、ディスコレース強いからな。まあ、こっちかな。コックスプレート。ちなみに、まあ、持つんじゃないかな。スピード D なんですよね。ここが難点ではある。てかエリチョでいいんじゃないの、ヤマガール。そうだ、エリチョでいいんだ。ヤマガールはフェイトがいるけど、ヤマガール普通にエリチョ出しゃいいと思う。あ、一周放牧しときましょう。でスマートファルコンは本当なかなか勝てないレースが続くよな。あ、そうでもないんだけどな。まあ、佐藤原子自身は問題ないや。BC クラシックだもんな。で、BC マイルに行く。フェイトはエリジョ。フェイトはまあエリジョだろうな。あ、ダート、芝ダート両対応だからな。だけど、を言ったら出したくない。日テレ杯とかに逃げたい。ちょっとこれはチームオーダーでクイーン賞に逃げます。でつぼみが浦和記念、距離適正的には正解だろうな。
で、天の宮ですか。まあいいとは思うが、いやーどうかな、厳しいだろうな。あ、ここに出してもいいけど、裏記念か。で、カレンちゃんやってくれました。カレンちゃん、あとカレンちゃんをどうするかですね。ローテをちょっと調子が上がらないな。これで6勝目、あと2勝です。マイルはな、マイルは持たないしな。すごいな、こんだけあるんだレースが。あ、いいんじゃないでしょうかね。他は、他この辺か、マニカトとかだけど、まあここ出していいんじゃないでしょうかね。まあ南ソープ2着のブラムザロースは強いな。だからなんで武豊いないんだろう。これはなしで、まあここですよね、香港スプリント。ルッキーかぶりなし。ルーラーシップどうかな。ルーラーシップ馬のキャンキャン、お、最上位じゃないですか。ルーラーシップガイセン石壁か、アマノトゥルース、いい、天の稲葉は当選上段あたりか。なるほどね。まあ、もうちょっと待ちましょう。カドラン賞、天のニコニコ一番人気133、まあ敵は距離だけっていうとこですね。ヘム&グローリー、ナイトウパッチシ、ライバル馬もいます。ライバル馬潰しっていう意味合いもある。レース行きましょう。パリロンシャン競馬場 G1 カドラン賞、芝 4000m、 超長距離戦です。こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。ジョシュアツリー、好スタートを切りました。ノーベンバーダッシュ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくタックドボアストロン行きました。続いて前へ行くのはノーベンバーダッシュ、さらにはナイトオブパッシジ、4番レイクイノセンス、これ1回その後ろタックドボアストロン、先手を取りました。ゴール板通ってもう一周回るレースなんですね。バンクスチョイス、すぐ後ろ、すぐ後ろにカバルリーマン、ジョシュアツリー、そのうちに続いています。後ろからの競馬になりました。天野ニコニコ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。アブサロムファミリー、それに続いています。その隣にホームフェアリー、すぐ隣にアルタのディレクタースペシャル、この馬もこのグループ、その横にシグマスクエア、最後方にロングゲームズ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度 G1 2勝タックドボアストロン、依然として先頭、すぐ後ろにナイトオブパッシジ、大きく離れました。フェーム&グローリー、オレンジの帽子、カバルリーマン、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。内からはテイクイノセンス、並んで7番ノーベンバーダッシュ、すぐ後ろにアブサロムファミリー、赤の帽子、天野ニコニコ、いい位置につけました。これに続いてホームフェアリー、並んで15番バンクスチョイス、内からはジョシュアツリー、その後ろにアルタノ、その外からシグマスクエア、その外にディレクタースペシャル、しんがりからロングゲームズ、もう一度先頭から2コーナー回っていきまして、こういうコース回り最高峰までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。並んで G1 馬ナイトオブパッシジ、そして大きく離れてカバルリーマン、この位置です。並んで6番フェーム&グローリー、その後ろからはテイクイノセンス、並んで7番ノーベンバーダッシュ、天野ニコニコ、いい位置です。その外にアブサロムファミリー、これに続くのがアルタノ、各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。ホームフェアリー、上がっていきました。すぐ後ろにバンクスチョイス、すぐ後ろにジョシュアツリー、その外にシグマスクエア、その後ろにディレクタースペシャル、しんがりからロングゲームズ、もう一度先頭に戻りましょう。3番タックドボアストロン、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、ナイトオブパッシジ、それに続いています。先頭は依然としてタックドボアストロン、2番手はナイトオブパッシジ、間を挟んでフェーム&グローリー、3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。悪くない位置だが、先頭、後続を引き離しにかかる、天野ニコニコ、手応えは悪くありません。前を捉えられるか、フェーム&グローリー、伸びてきた。フェーム&グローリーも含めて、残り200メートル、しかし先頭はバテてしまっている。気にアルタノタックドボアストロン、先頭だアルタノタックドボアストロン、1着2着はアルタノ、3着にフェーム&グローリー、勝ったのはバテてしまったな。見事な勝利です。長距離の世界は怖い。ライバル馬には勝ったんですがっていうとこですね。さあ凱旋門賞です。凱旋門賞ルーラーシップ登場、1番人気、2番人気キャメロット、3番人気ポイントオブエントリーとなっております。ラジサマン、ナサリエルアム出走、キャメロット128、ポイントオブエントリー125、ルーラーシップが抜けてますね、139。他セントニコラスアビー、ノーブルミッションらもいて、そうそうたるメンツとなっております。なかなかレベルの高い競争になってるんじゃないでしょうか。今回は大混戦って言っていいと思います。あと逃げ馬3頭いるんですね。なんでルーラーシップは決して追い込みですが不利とは言えないという展開だと思います。さあ勝ってほしいです。レース行きましょう。 Sホースマンがダメ、誰もは夢見る、世界の凱旋門賞、パリロンシャン競馬場 G1 芝 2400m で行われます。世界最高峰の舞台に各国を代表する超一流馬が集いました。
今年も究極のメンバーによる至高の2分半を堪能しましょう。パリロンシャン競馬場 2400m 凱旋門賞、まもなく発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。先行争い何が行くでしょうか。ノーブルミッション前に行きそうです。ラジサマン、それに続いています。さらにはダンシングレイン、15番ノベリスト、その後ろラジサマン先手を取りました。これに続くのがポイントオブエントリー、すぐ後ろにレインドリーム、その外からソーユーシンク、さらにはトレジャービーチ、その隣にソレミア、フィオレンテ、すぐ後ろアブワープロモーション、そのうちに続いています。並んで2番ナサニエル、その後ろからはリライアブルマン、ルーラーシップ、この位置です。黄色の帽子セントニコラスアビー、その後ろしんがりからキャメロット、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。16番ダンシングレイン、一気に先頭に立ちました。並んで G1 馬ソーユーシンク、すぐ後ろにノベリスト、少し間が空いてラジサマン、その外にピオレンテ、うん、なんかやっぱり見てもノーブルミッション展開早いように見えます。デインドリーム、その外にソレミア、並んで7番トレジャービーチ、これに続いてポイントオブエントリー、内からはナサニエル、最高峰ですか。セントニコラスルーラーシップ先頭はコースがコース割って上がれるかな。3番手さあ、ちょっとさすがにこれは後ろすぎます。さあ追い出す、届くのかっていうですよね。外からトレジャービーチ、内からフィオレンテ、残り 200m を通過、厳しいな。あ、でも伸びてきたぞ、ルーラーシップ。あー、でも届かないな。2着にはどうやらキャメロット、3着にトレジャービーチ、勝ったのはセントニコラスアビー、見事な勝利です。あー、4着馬のさばきにちょっと苦労しちゃいましたよね。さすがに厳しすぎた、残念です。さあ、南部杯です。天野ラキスタ登場、一番人気フリオソラブニーちゃんあたりは強力です。あと異次元あたりかな。レースいきましょう。盛岡競馬場 JPN1 南部杯、ダート 1600m 地方交流重賞。こちら盛岡競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。天野ラキスタ、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました、うん、やはり逃げるのは天野ラキスタ、これに続いて大成レジェンド、先手を取ったのは大成レジェンド、その後ろからはラブミーちゃん、すぐ後ろにフリオーソ、ポケットからスタートですね。オーロマイスター、これに続くのが異次元ファイネルアワグラス、それに続きます赤の帽子名村タイタン、その後ろ最高峰にレーザーバレット、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。1番大成レジェンド、依然として先頭、控える競馬しましたね。のリード少し開いてラブミーちゃん、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前は大成レジェンド、大成レジェンド、さらにリードを広げました。2番手はラブミーちゃん、3番手に天野ラキスタ、絶好の手応え、天野ラキスタいい位置です。先頭岡川天野ラキスタ、後続も追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った天野ラキスタ、リードは1馬身から2馬身、後ろからどうだ、懸命に勝てますね。天野ラキスタ先頭、天野ラキスタやりました。天野ラキスタ2着はオールマイスター、3着にフリオーソ、やはり中央の馬が強かった、勝ったのは天野ラキスタ。いやでも逃げなのに控えて3番手から直線の抜け出すアジナル競馬を見せましたね。絆アップ。サウジアラビアロイヤルカップ、エピファネイクラブはエピファネイアが一番人気、他凱旋ドヤ顔もいますね。エピファネイアグリグリ、ウィンドモナシアですか。
ダイジェストいきましょう。東京 G3 サウジアラビアロイヤルカップ2歳限定芝 1600m マイル戦です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。アポロソニック先頭、外からエピファネイア、最後の追い比べ、先頭はエピファネイア抜け出しましたね。差を広げにかかります。残り 200m を通過して、エピファネイア余力は十分か、さらに引き離していきます。2番手は凱旋ド長尾、エピファネイア今後輪、段違いの強さです。ワンツーフィニッシュです。クラブは3着にアポロソニック、1番人気に応えましたエピファネイア、見事です。そして毎日オーカーマノトゥルース出走です。1番人気はクラブは凱旋赤駅、アマノトゥルースは2番人気、クラブ馬では凱旋ダイヤパルが5番人気になっております。凱旋赤駅グリグリですね。リリールあたりかな人気は。さあ、トゥルース戦法変えられますが、このままでいいでしょう。ダイジェストです。東京 G2 毎日王冠芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋ダイヤパル先頭、外からアマノトゥルース、ここで先頭に立った。アマノトゥルースの勢いがいい。前に迫る凱旋赤壁、赤壁を粘っている。通過してアマノトゥルース、このまま振り切れるか。抜け出したトゥルースが凱旋赤壁、先頭はアマノトゥルース、1着で合輪、2着は凱旋赤壁、3着にストロングリターン。まずは前哨戦を制しましたアマノトゥルース、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。アマノトゥルースやってくれました。コプトライバルにも勝利。そして、京都大賞典天野稲葉は登場です。天野稲葉は1番人気、2番人気がクラブバー、2番人気当選上段、3番人気ホエールキャプチャー、7番人気凱旋ジェロとなっております。天野稲葉はグリグリですね。ホエールキャプチャーまでですね、多分チャンスあるのは。これはダイジェストいきましょう。京都 G2 京都大賞典芝 2400m です。4コーナーをカーブして、抜け出した。これからです。天野稲葉は先頭、リードは2馬身から3馬身、後から馬は先頭は天野稲葉は引き離す。むしろこのまま押し切るか。強い手は当選上段、勝ちました。強い強い天野稲葉は圧勝ゴールイン、2着は当選上段、3着にホエールキャプチャー、これが G1 馬だ。天野稲葉は戻って、お、そうですか。当選冗談って言ったら天野ニコニコと一騎打ちですね。うわ、すごいな、海外こんなに挑戦するんだ。さあ、秋華賞にジェンティルロンナです。中華賞少女から大人へと、貴婦人ジェンティル女一強です。
鍛えて最強馬を作りたいっていうのは別のあれですけどね。カドナーシュに放牧している。どうかな JBC、 なんで JBC スプリント出てるんだ。いや、さすがにこれはないです。キャンキャンにはやっぱりちゃんとした、ちゃんとしたっていうのはどうかなと思うけど、積み上げてほしいとこです。スピンスター、まあブリリアントオイビアとか強いよな。じゃあ次の週はダートレースがそんなにないんですよね。なので出すだけでちょっと無駄が多くなってしまう。まあでもそれでも行くしかないですよね。さあ、イナバウアーは空き店、まあでも全然いいと思いますが、まあ出てもしゃあないような気はします。今更感があるんですよね。じゃあここかな。あ、ダメだ、10月を3週だからもう出れないんだ。じゃあここか、ここかっていうとこか。でもまああと、まあ当然天然秋には出ないとなると、出るレースがないな。コックスプレート、コックスプレート出るかエミネーツ出るか迷いますよね。アマナイフォンは急所してる。よし、出ましょう。どうせ最後だし、イナバーはもう今年限りだからな。さあ、ルーラーシップ凱旋門賞4着届きませんでしたね。有馬記念は距離が長い、だからそうじゃないな。香港カップだな、出すとしたら。ここで引退させましょう。さあ、イナバウアーフィニー&メアでかぶってしまっているが、軽音が、そうか、軽音が起点出るんだ。ちょっとレース考え直そう。ていうか、イナバウアーはここに出ていいのかっていうのはある。トゥルースは起点ですか。起点、まあ悪くはないけどな。まあ一応出るか。ちなみに起点のメンツって何頭出走？トゥルース、まあ取ってるからな。本当は軽音とか軽音に勝たせたいですけどね。軽音あと3勝ですから、あんまりトゥルースは出したくないんです。チームオーダー的に言ったら。
トヨさんまだ一勝もしてないしな。スプレート出しますか。適性は十分あるって言われましたね。チャンスですよ。でラキスタはエリジョか。いや距離長いからエリジョじゃないな。普通にこれでしょう。これ以上出走できませんって怒られちゃいました。芝生悪くはないんだよな。だからといってマイルチャンピオンシップとかじゃないしな。武蔵野ステークスに登録しましょうかね。うんと思ったがラキスタ思えばスターデーブとか取ってるから別に海外でもいいんだ。海外のマイルダート戦でもいいですね。なんだこのメンツ。ん？なんだこれ。でも芝の方、芝よりダートの方が合うんですよね。だからリズムページが強いってこと？本格化してるんだったらこのリズムページは相当脅威になりますね。あとはこの辺か。ジェラニモ、ザズー、短距離戦もあります。あでもラキスタ短距離戦、短距離ダートいいんじゃないかな。メンバーはこっちの方が絶対軽いと思うんですよね。トバインマイル、うん、わからんな。でも芝の方がいいんだったら出しましょう。ちょっとラキスタもこっからもしかしたら勝ちを積み上げるチャンスかもしれません。でルーラーシップ香港カップで引退っていう感じですよかね。こんな感じでいいんじゃないでしょうか。うん、しかしどうしよう。首位互角。ジェンティルオナと。どうしようかな。もう1時間50分だしな。やることもあるんで、まあ4週なっちゃったけどここまでにしていいんじゃないかなと思います。ブラックキャビア、フランケル、キャンかな。でも多分無理だと思う。あ使える、投資か。ちなみにほぼ掛けか。ちょっと待とう。
今回ここまでにしたいと思います。見ていただいてありがとうございました。今回の配信ツイッチで行いました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。 この動画のアーカイブは YouTube にアップロード予定です。 YouTube チャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。アーカイブは2日後28日21時頃からプレミア公開予定です。ぜひ見てください。 This live archive my YouTube チャンネルアップロード2 days after プレミアライブ my YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ということでウィーニングポスト9-2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。